パン調理パンサンドイッチカツサンドカツサンドカツサンドはカツ列をパンで挟んだサンドイッチで材料や調理のバリエーションが多く存在する価格や量が手頃であることから手間をかけずに食べられる軽食や弁当ともされ東京駅の駅弁や羽田空港の空弁ともなっているカツサンドは1935年に東京上野の豚カツ店伊勢にて 当時の神の石坂時が発案したとされ、正式にはカツサンドと呼ぶものであった。当時の聖戦は、下流界の芸者衆がよく利用していたため、口紅が取れずに食べられるよう小さなパンを特注して作っており、また箸で切ることのできる肉を丁寧に叩いた柔らかいカツを売り物にしていた。カツサンド典型的なカツサンドは、食パンにトンカツを挟み、 長方形や三角形に切り分けられて強される。味付けはトンカツソースで、からしも用いられる。パンはトーストする場合としない場合がある。千切りのキャベツが一緒に挟まれることも多い。東京では表参道に本店のあるマイセンのヒレカツサンドや秋葉原に本店がある肉の万世の万カツサンドが知られており、テレビ番組や 映画撮影のロケ弁として取り上げられることも少なくない。マイセンのカツサンドには、ヒレカツ、肉の万世の万カツサンドには、ロースカツがそれぞれ使われている。カツサンドは、他のカツ料理と同じく、主剣や勝負に勝つという胸の目的に絡めて食べられることもある。コッペパンとチキンカツを使用した、製品食パン以外のパンを使用する、もの牛、カツや、 チキンカツなどを使用するもの、味付けを変えたもの、他に野菜なども使用するものなど種類が多く、地域による差異もある。青森県では、コッペパンにチキンカツを挟んだものが、カツサンドとして定着している。名古屋市とその周辺では、味噌カツサンドが各所で販売されており、ウスターソースを使用したものは、ソースカツサンドと呼ぶことがある。関西では、牛カツを使用した。 カツサンドも多く、トンカツを使ったものは、トンカツサンドと呼ぶこともある。味付けを変えた油味噌カツサンドを販売している。アメリカのインディアナ州には、豚ひれ肉のカツをバンズに挟んだポークテンダーロインサンドが存在する。丸型のバンズを用いたカツサンドは日本でもハンバーガーショップなどで販売されており、トンカツ以外にチキンカツやメンチカツ、エビカツなども使用される。 ありがとうございます。